こんにちは、BA 写真部です。BA 写真部はバックスペーススタッフの沖田とシリコンバレー在住の五島が気になる写真サッカーを深掘りしたり、最近見た写真展新集について紹介していく番組です。皆さんと一緒に写真の楽しみ方を考えていきます。えー、沖田です。あの、ここ1ヶ月ぐらい、あの、レッドのコモドっていうカメラを使ってまして、<お>あの、五島さんも使ってるカメラですよね。そうです。 はい、あのー、まあ、仕事の関係で今お借りしてて、で、なかなかね、これまで使ったことないタイプのカメラなので、まあ、そのテストも兼ねて、プライベートで、まあ、ぼ日ぐらいで撮ってるんですけど、うん。このカメラが 6K16 ビット ?16 ビットカラーで、うん。プラス、えっと、ダイナミックレンジもすごい広いと。うん。で、 まあ撮るのも一苦労、編集もなかなか難しいなと思ってまして。まあまあそれでもすごい楽しいんですよね。うん、で、最近あの、まあこれ用に三脚もお借りして、あの三脚ありで始めまして。<お>で、その三脚はカーボン製のやつで、うん、足を伸ばすと僕の身長も超えるぐらい結構しっかりしたやつなんですよ。うん、で、なんか、 この組み合わせってもしかして昔で言うところの大判カメラっぽい感じだなと思って。なるほど。なんかこの撮影スタイルからその編集の難しさうん。その多分細かな表現をどうこう出すかみたいなところもまで含めてちょっともしかしたら昔の大判カメラっぽくて。うん。 現代のその動く大判写真みたいなふうに捉えられるんじゃないかなと思っておお五島さんがやってたのはこういうことかっていう <laughs> <laughs> ちょっといろいろ納得してるところです今なるほどはい五島ですじゃあ沖田さんがレッドの話を始めたので私もちょっとレッドの話を <laughs> <laughs> 私もレッドコモドを買って1年ぐらい だってまあ写真っぽい動画みたいのを撮って YouTube で上げたりしてるんですけど先日、はい、なんかね画面っていうかその映像の一箇所のところになんかうっすらと点みたいな丸みたいなマークが入ることが分かって、はい、今修理に出しましたおそのゴミみたいな <laughs> カビみたいな点が出てきたってことですかそうでもセンサーには何も映ってないんだよね センサーには何も映ってないんだけどなんかうっすらとこうちっちゃな丸みたいのが映ることがあって、はい、多分センサーのところが何か異常をきたしてるんじゃないかなということでえっと今修理に出しましたちょ買った時に B&H っていうカメラ屋で買ったんですけど、はい、あのそこの保険には入っているのでちょっとそこの保険のところに送りつけたら まあレッドの方で修理しないといけないのでってことで今4週間ぐらい最大でかかりますという結果が来て今1週間ほど待ったところです <laughs> じゃあ今 B&H にあるんじゃなくて今レッドに送ってる最中そうみたいですねレッドで見ないと分かんないからつって送ってると思うでで一応し保険で全部賄えるはずなので大丈夫だと思うんですけどなんか 俺はお金請求されるぞとか言われると怖いなと思って今ドキドキしてると <laughs> で確かにね沖田さんが今ちょこちょこっといろいろ撮ってるのを見ると自分もすごい撮りたいなと思うんだけど、はい、あと3週間ぐらいかなわかんないけど待たないと撮れません結構先ですね6月入っちゃうんですよね,ですねそうだねさんと トークというかいろいろ勉強したいです、はい、そうだねちょっとあの2人ともシネマカメラで撮り始めたりとかしてるとこあるのではいなんかこの BS 写真部でもなんか特別会ぐらいな感じで、うん、<laughs> そういうのを話すのを入れてもいいかもしれないですねそうですねうんはい、はい、じゃあえっと えと今回のテーマはですね、えー、と最近日本で名前を聞くことが増えたアメリカの写真家アレック・ソスを取り上げます、えー、彼の代表的な写真集の中からアパウンド・オブ・ピクチャーズを深掘りしながら彼のプロジェクトのスタイルを明らかにしていきたいと思います、うん、アレック・ソスを知っている人も知らない人も、まあ、どんな写真家なのか一緒に勉強してみましょうということですはい沖田さんアレック・ソスは どれぐらいご存知ですかえー、ほぼほぼ知らないです <laughs>。<laughs> そうだよね。<laughs> 名前は聞いたことはあります。うん、というのと、えー、本間隆と多分仲が良さそうっていう <laughs>。<laughs> そうだよね。<laughs> はい。ぐらいですかね、イメージとしては <laughs>。だよね、はい。だから今日は五島さんにいろいろ教えてもらいたいなと。はい、そうですね。 えっと、なので今日はちょっとスライドも多めに用意していてどちらかというと沖下さんにこんな、えー、人なんだよっていうところと,、えー、っとこあのこのこの o パウンド f p i c t スっていうのがどん,どんな写真集なのかっていうのをちょっと概要を理解しつつちょっと深掘りもしてですねちょっとなかなか深掘りしていかないとわからないところもあるのでそこもしながらですね、はい 沖田さんに、ああ、こういう人なんだっての分かってもらおうという感じの回になると思います。はい。じゃあ、始めていきますが、まずアレックスソス、この名前がね、ALECSOTH で、これ、アレックソスなんだよね。だから、なかなかアレックスでもなくて、アレックっていう感じで、ちょっと間違いやすそうなんですね。これ本名なんですかね。本名だと思いますね。え アメリカのミネソータ州ミネアポリスに拠点を置いて活動していますと。それからあの有名な、えっと、マグナムの正会員ですとへ<ー>で。これまでにも,です、ね、もう25冊以上の写真集を出版している。だからえっか、と、ら、ね、独自でもう一人の人と出版レーベル、えー、2人でリトルブラウンマッシュルームっていうのを運営していると。 でなんかまあ、いろんなことをやってるみたいなんですけど、であとギャラリーとしては、ですねサンフランシスコのフランケル・ギャラリー、もうこの BS 写新聞ではおなじみのフランケル・ギャラリーとか、はい、ニューヨークの方だとショーン・ケリー・ギャラリーとか、そういったことをいくつか契約してるみたいで、えーとまあ、フランケル・ギャラリーだけじゃないんですけど、まあまあまあ、おなじみのフランケル・ギャラリーに所属してます。ちょっと写真はねこれウィキペディアから撮ってきたやつなんですけど、はい、ちょっと若い頃のやつですね。 そうですよね、うん、なんか僕が知ってるのだとインスタグラムでだよね。そうだよね白髪というかそうだよねこれだよね。<laughs> ああそうでやっぱりアレクソスの面白いところは YouTube とか SNS で結構アクティブに活動している方だなと思うんですよね写真家の人の中では。でまず真ん中にある YouTube で アレックソスの、まあ、YouTube があるんですけれども、うん、どうもですね、まああのー、パンデミック、あのー、コロナの頃あのー、家にいないといけなかった頃ですね、あの頃にかなり YouTube 本格的にやってて、うん、その時のアーカイブがたくさんあって、うんで、見てもらうと分かるように、彼自宅のところにライブラリーがあるんですよね。うん、写真集がずらっとあって、うん、なんかね、 そのいくつかビデオを私も見たんですけどそのうちの一つが、えーなんかね、ライブラリーの管理してるソフトウェアを紹介しててでそこで見たか,<え>なんかインターンの人に管理をお願いしてやらせてるみたいなんだけど2年か3年前の段階で4800冊持ってましたねすごっ <laughs> でなんかこういう感じでなんていうのかなその ライブラリの、えー、写真集の棚を背景に、まあ、写真集の解説をしていたりとかするんですよね。で、うん、手元に置いた写真集を上から俯瞰で撮って見せられるような設備も全部持っていて。へ<ー>でこの前もねなんか見てたら川田菊次の地図について丁寧に解説してると <laughs> <laughs> かすごいこんなに丁寧に解説する人いるんだっていうぐらい丁寧にやってたりとか。うん とにかくね、写真集オタクみたいな感じのとこはちょっとありますよね。うん。なんか説明しながらも裏から、なんかね、名前順にこれ写真集並んでるらしいんだけど、うん、あの、パッと出てきて、ほら、ここにある、このページにある、この写真を僕は想像してたんだよとか、すぐね、<う>出てきて、覚えてるんだよね。へー。うん。で、まあ、そんな感じで YouTube が えー、YouTube のチャンネルっていうのがあって、最近はねそれほど更新は多くはないみたいなんだけど、まあ、過去にねいろいろと写真集を見ながら解説してる動画とかってすごく勉強になるんだよね。うん、で今は YouTube も日本語の自動の字幕で見れるじゃないですか。だからはい、はい、そういうので見ると結構わかりやすくて、うん、おすすめですね。であとは左の Instagram。 そうそう。本間隆ですね <laughs> <ー>。これ2年ぐらい前かな2。2年ぐらい前に日本に、えー、っと、アレックソスが日本に来たときに、ホテルの部屋で本間またかイト8倍点でアレックソスを撮るというのを、アレックソスが撮って <laughs>、えっと、インスタに上げたりとかしてましたと。うん、まあ、あの、これちょっとね、気づきにくいんだけど、 アレックソスの名前じゃなくて、リトルブラウンマッシュルームっていうレーベルの方の名前で撮ってるので、なかなか気づきにくいんだけど、<ー>これがアレックソスの公式で,で、彼が結構、どうだろうね、最近はあのー、ス,ストーリーズの方が多いかな、インスタ、インスタストーリーズだよね。あっちの方に投稿してることの方が多いかなと思うこの前もね、3月だっけ、日本に来てた時きね、はい めぐたま食堂にいるよとかねやってましたね深瀬正久の写真行って見てきたよみたいなやつとかあげたりとかして,てるじゃないですか、うん、だからなんかインスタ見てると彼のアクティビティとかが分かって確かにで結構楽しましてくれる感じですよね、うん、なんかねえっとアレクソス結構ね昔はすごいシャイだったらしいんだよねへえ でもなんか美術の先生によってまあそれをちょっとえ目覚めさせてもらってなんかこう人前でも話せるようになったとかっていう感じなんだけどだから話し方とかものすごくおっとりと優しい感じでえなんだけどでもなんかねこうインスタの,そのストーリーズとか見てるといろいろと人をね楽しませるような動画とかも出してくれていたりとかして面白いんだよねちなみになんか深瀬正久とかのあの,あの 写真集大好きらしくてうんうんめぐたま食堂に行った時もね深瀬正久のやつ見てたよね <laughs> <laughs> あれもね<や>そういうとこですめぐたま食堂はあのアレクソスにとっても聖地みたいなもんなんです、ね、そうなんじゃないですかね <laughs> ちなみに前ちょっと話してたトッドハイドはいトッドハイドは家に8000冊あるらしいけどねマジっすか <laughs> そう言ってたよ <laughs> めぐたまは666 66だったよね年末でね、はいはい、だからなんかねすごいすごいすごい数の、うん、写真集はい、ね、単に写真集オタクなのかやっぱこれだけそのすごい人っていうのはインプット量も半端ないってことなのかっていう,うまあだからインプット量が半端ないんじゃないですかね、うん、や,やっぱりその うん、研究してるんだと思いますよそれだけ、うん、8,000冊かうんでアレックソスはさっき言ったみたいに2年前か3年前で4800になってましたねカウンターがーすごい、うん、まあすごい人たちですよそうですね <laughs> あとはそうだよねであと右は TikTok もやっててええー なんかね面白いのとかを上げたりとかしてるんだけどとかあとはねあのー、視聴者の人から質問をもらってそれに対して答えるみたいな一つの質問に対して一個答えるみたいな動画を出していたりとかしてうん、うん、ただまあ,あの最もアクティブだったのは多分やっぱりパンデミックの頃の23年前だと思うんだけどね最近はあんまりないけどえー、っとまあ最近ので見たのはなんか7月に。 自宅でワークショップを開くことにだか興まあこれインスタの方にも出てたと思うんだけどなんかいろんなところで世界中でワークショップやってきたけどやっぱ自分のうちでやるのが一番いいんじゃないかと思ったとかって言ってなんかこう,うん7月の12から16だから5日間自宅に何人か招いてそれで、えー、<laughs> ポートフォリオレビューとかそういうのやるよって。 こんな家なんだよみたいな紹介してて、うんうん、まあこんな感じでこう YouTube とか SNS で結構アクティブに、うん、あの出てか、うん、やってる人っていうイメージがありますねアクティブなんですねうんでだからそういうとこはねやっぱり親しみやすさを感じるしかつ直接喋ってる、うん えと動画も多いから今から説明するアパウンドオブピクチャーズも、えー、とこの人が1時間半喋ってるやつがあって僕それ23回見たんだけど、うん、そういうところをじっと見るとあこの人が何を考えてるのかなとかどういうことを、えー、と考えて撮ったのかなみたいなのが分かったりとかして面白いんだよね、うんうん、でこの次が代表的な写真集代表的な写真集は まあね、このスリーピング・バイ・ザ・ミシシッピーというのがあって、これが2004年に出て、はい、また2020年にあのまたな再販っていうのかなあの、追加されたりとかしてるやつがあって、僕が持ってるのは2020年なんだけど、2004年に出たやつね、うんうん。これがまあ代表作、出世作って言われてるみたいで、これで有名になったらしいんだよね。うん、それから、あとはナイアガラ。 周辺,の周辺のところを旅行しながら撮ったっていう2008年のもの、うん、それから、えっと、ソングブックっていうのがあってこれモノクロのやつなんだけどこれ2015年出たやつで2015年これはねちょっとね自分たちでやってるタブロイド紙みたいな新聞みたいな もので撮った新聞みたいなのを観光してたらしくて、それの企画として撮った写真を集めてきたものって感じだし。うんで、あとはアパウンドピクチャーズっていうのがこれ2022年に出たやつで、今日これを説明しますと。で、すねあと,、えーっと、下のところにちょっと書いたんだけど、見えるかなブロークマニュアル y URL。Block m o n e っていう写真集もあって。 でこれはね、うん、こう社会から、えーえー、離れたところなんか森の中とかそういうとこで暮らす人っていうのに焦点を当てた写真集なんですよ。うん、でそれを撮ったのがブロークンマニュアルなんですけどこれねなんかちょっと発行の事情とかよくわかんないんだけどなんか中古市場むちゃくちゃ高く取引されてて、うん、本当に。 4000ドルとか5000ドルだからまあ60万とか場合によって100万超えるぐらいの金額ついてて<ば> <laughs> ちょっと買える感じがしないんだけどあでもこれ見ると2010年に出版で、うん、その後は出てないってことなんですか、ね、出てないと思いますねあそうな他のやつは出て割と近場で出てる感じですね、うん、そうそう,そう,うんなんか21年とか22年ぐらいにどどん,どん出てて手に入るんだけど このブロックマニュアルだけは手に入らなくてで代表的なのがこの今言った5冊なんですよ、はい、えと冊なんですけれどこの代表的な5冊をまとめた、えー、ものをねなんかギャザードリーブスっていう言い方をしていて、うん、この5冊の中から写真をピックアップしたもので写真展をやったりしたんですね。うーん でさらに、そのギャザードリーブスというのはその5冊なんですけどそこから、えっと、その5冊をね無理やり1冊の方にペラペラのやつに、えっと、印刷してそこにいろんな注釈をつけたギャザードリーブスアノテイテッドっていう、まあ、写真集って言っていいのか解説本と言っていいのかよくわからないんだけどそれを2022年に出してるのね。うんうん でだから中はもうめくっていくと、このスリーピング・バイ・ザ・ミシシッピから順番に一通り写真集全ページが入ってるの、ね、へ<ー>だからそのかわり紙がペラペラなの。この下の写真の、ね、そうそううそう。<ー>で例えば、これね、えー、っとこのその下の写真でいくと、これでいくと、この右にあるベッドの写真があるじゃないですか。はい ベッドルームの写真がこれはねこのア・パウンド・ピクチャーズの中の1枚なんでねだ右の写真だけは載ってるんだけど左側にこうナン・ゴールディンが写っていてあえこれの人がナン・ゴールディンなそうそうそうだからこのベッドルームって実はナン・ゴールディンのベッドルームなんだよとかそういう注釈を解説があるのねこの人いろいろとその取材というか撮影時のメモみたいのをたくさん作ってたりとかして そういうのを残していたりとかあとまあちょっとそれ写真見ただけじゃ分かんないのをこう解説しするみたいなのがあって、うん、でそれで一冊のまとまってるのがこれなんですよ「ギャザードリーブスーでアノテイテイトっていうのが、まあ、注釈付きっていうか注釈っていう意味だからうん、うん、ペラペラにしながらも解説をするというのがあるんですね、うん、でこれらがまあ代表的な5冊とまあそれの 集めたテテイテッドってやつなんですよで日本だとその「ギャザード・リーブス」っていうなタイトルで写真展がありましたでこれ2022年の6月から10月、えー、と1年半ぐらい前か,かな、はい、えっと1年前ぐらいもう6月だから2年前ぐらいかなちょうど2年前ですねで、うん、神奈川県立近代美術館の葉山館であって これ言ったんですけどねこれが、まああのまあ、配ってたパンフレットというかチラシみたいなやつとこれが図録図録はちょっとシンプルなものなんだけど、うん、かなりいろいろとあのアレックソストのインタビューとかも書いてあったりとかあの載ってたりとか<ー>結構ね面白いええ6月から10月って会期長いですね長,い長かったねこの時はねへえ でこれもギャザードリーブスっていう写真展なんだけど海外でもさっき言ったみたいに5冊をまとめた形のものをギャザードリーブスって言って写真展やってるんだけどさらにそれをこのまあ神奈川県立近代美術館向けにアレンジして出してるみたいなんだよねだから風で世界でやったのと同じではなくてここ向けのやつでやっててでそのウェブサイトを見るとまあこんな感じで出ててこのチャールズとかピーターのハウスボードって出てるこの2枚とかが スリーピング・バイ・ザ・ミシシッピーっていうシリーズで、この辺がちょっと代表的な写真なんだよね。この両手に飛行機持ってるこのおじさんみたいな。な、はい、これ結構、えーと、スリーピング・バイ・ザ・ミシシッピーでも有名な写真で、左上のこのアヒルか、なか白鳥白鳥みたいにタオルをつくベッドの上で作ってるやつと、左下の,このメリッサって書いてある女性の、えー、とウェディングドレス着てるのが、まあ、ナイアガラっていう写真集の代表的な写真だったり。うん でさっき言ったら、高値で買えないブロークンマニュアルは、この男の人が寝てる男の人とか、えー、とこ,のこの黄色い、えっ、ー、と右側の黄色い、えー、バスの写ってる写真とかなんだよね。うん、うん、で、さらに左下の方の2枚、こうモノクロの写真がソングブックから。うん であと一番右のが、えー、アッパウンドピクチャーズのからなんだけど、まあ、こんな感じでねこの5冊のやつを合計で80枚って書いてあったと思うんだけど展示している写真っていうだったんだよねだ全部じゃないんだけどもちろんあの代表的な写真をそれぞれ写真集から取り上げて展示するって形だったから一通りこうアレクソスの全体を知るには とてもいい写真展だったんだよね。うん,うん。まあ、こういうのがありましたと。これが日本の活動の一つで、でこれが2022年の6月から10月だったんですけど、私が初めてアレクソスのを見たのが2022年の2月から3月、ちょうど夏に、その夏に葉山に行く半年ぐらい前かな。これが フラランケルギャラリーサンフランシスコのフランケル・フランケルギャラリーで、アパウンド・ピクチャーズの写真展っていうのがこのギャラリーでね、商業ギャラリーでやりましたと。で、僕その頃なんかね、アレクソスっていう名前をよく知らなくて、なんか最近よく見かけるな、名前だなっていう感じだったんだよね、うん、ネットで。で、このフランケル・ギャラリーに行ってみたて。 っていうこの機会が僕にとって初めてフランケル・ギャラリー行ったタイミングだったし、初めて<ー>、えー、あのアレクソスっていうのを知った機会だったんだけど、<ー>まあその、まあ、そんなにフランケル・ギャラリーも大きなかあのギャラリーでもないので、部屋にえー、と3部屋ぐらいある中にこうちょっと大きめのプリントした、えー、アーパウンド・ピクチャーズの中の作品がこう並べられて見たっていう感じなんだよね。<ー>これが僕のの最初の えっと、経験なんだけど、だからちょうどさっき言ってたやつでいくと、これか、えっ、ー、と、これだね、これ、ア・パウンド・ピクチャーズ、この中からやつね。はい、それで、えー、じゃあ、ここからはちょっと、ア・パウンド・ピクチャーズの中に、話に入っていこうかなと思います。<お>えっとね、このア・パウンド・ピクチャーズっていうのは、まあ、1パウンドの 写真ってことなパウンド1パウンドって言うと多分4 5 0ムかなうんだからまあ4 5 0ムの写真みたいな感じなんだよね。写真の重さみたいな意味を出してるタイトルなんだけど、はいうん、2022年にマックイギリスのマックから出版されたものなんだよね。 それで、えっとまあ、シンプルなこういう写真集の表紙なんだけど、えっと、まず、例えば左下、えっと、左下見ると、こう、はい、なんていうんだ、こういうの、写真の、写真じゃ、えっと、絵画の、なんてうこういうの、キャンバスっていうのなんていうはいはいはい、キャンバス。置いて、えー、撮ってるのがあるじゃないですか。うん でこれは、なんかね、えー、っと、私がそのいろいろと動画見たり、さっき言った、ギャザードリーブさんのテイテッドとか読んだりとか、あとこの本の後ろにもね、ちょっとした注釈が載ってたりするので、そういうのを読んでいくと、なんかね、あるマグナムの人たちが、この人に撮影をしてるところを撮りたいとかって言ったのかな、えー、それで、えーっと、撮影取材陣が来て、一緒に撮影場所に行くことになったんだって。 でどこに行くかっていうのを決める時にダーツやって、うん、えっとなんか <laughs> 水湖のところに刺さったからなんかじゃあ湖の小畔に行ってみようって言って行ったと<ー> <laughs> で釣りに来てる男の人のガールフレンドが絵を描いていたからなんかそこで撮らせてもらったっていう一枚なんだけど、うんうん、えっとこれがねちょうど最初の本 あのタイトルが書かれてすぐぐらいのところに入ってる写真なんだけどそ,の、えー、そこのとこにはねなんかよく「この本は誰々のために」とかって書くじゃないですかアメリカの写真集とかそれで「うん、For My Teachers」ってなってるんだよねこれ。でどうもこう意味してるとことしてはなんかね昔絵画の先生が が写真とかを教えてくれたときに、なんかこう、カッティングボードって言ったけど、まあ、紙みたいなものなのかなそういうものを外に持ち出していって、どうやってフレームをこう、紙を持ってこういろんなところに向けながら、どうやってフレーミングをするかを、えー、と考えてみろみたいなことをやったんだって、アレクソス授業でや教えられたんだって。はい、で、えー、とこれもさ、この写真を見ると、 このキャンバスのこの紙の部分の前にこう花が入ってたりとかするじゃないだから多分こんな感じで入るとなんかこうフレームの中に収まると絵になるとかそういうのも考えた上にこれを設定してここの写真を撮ったんだと思うんだよね。でまあ,あ「For My Teachers」って書いてあるからこう教えてくれた先生たちにっていう意味も込められた写真なんじゃないかなという解釈なんだけど。 うんまあ、こんなのもあり、えーと、あとはこの真ん中の上かな、はい、真ん中の上はね、これ、ナイアガラの滝なんだよね。うんで、ここはもうね、ナイアガラの写真集を作るときに、ずっとここで、えー、ここが一番よく見えるところらしくて、ナイアガラの写真滝の写真を撮るために、ここでずっと 8x10 のカメラ構えて立ってたんだって。へー したらねもういろんな人が記念写真撮ってくれってアレクソスにお願いして <laughs> いっぱい撮ってたと。で今回もまあ、ロードトリップをこの人していくんだけど、えっと、もう一回ここに来てみたと。そ、うん、したらまあ同じようにこう撮ってる人がいたっていう感じのね写真なんだけど。で右の方は。 えっとまあ、これちょっとポートレートなんですけどなんかビーチで撮ったポートレートなんだけど、うん、やっぱりナイアガラの時に撮った女の人のポートレートがあってそれと非常に似てる女の人がいたから撮ったっていう感じの写真なのね。で、えー、っと真ん中の下、はい、これが、えー、っとなんて言うんだっけな、えー、っと緑のボールがあるじゃないですか。はい キキラキラしてる、うん、ゲ,ゲージングボールっていうらしいんだけどこう反射するキラキラのボールみたいのがうん、うん、なんかアメリカの庭とかに置いてあるらしいんだけれどもなんかアレクソスこういうの好きみたいなんだよねであの彼の作品見ていくとこういう、えー、ゲージングボールが結構入ってるでさらにそこに映り込んでる自分があったりすると喜んでる。 っていう <laughs> <laughs> で。でその上のねその上のえっとナイアガラの滝もそうなんだけど結構人が写真を撮ってるとこを撮るのが好きなんだよねなるほど <laughs> そういうことですかそうそういうのを撮ったりするのが好きだったりあと右下にあるみたいに写真の中に写真があるんーあフォトインフォトみたいなやつとか大好きなんだよね うんでこれは右下の写真は解説を読むとなんかあのえー、っとなんだ、えー、っとグランドキャニオンっていう谷があるんだけどそこの観光地に娘さんと行ったんだけど何かその日うまく撮れなかったんだってで部屋に戻って、えー、っとこの丸い反射する鏡を経由して部屋のグランドキャニオンの写真を撮ってる。 うん、えとこれ、まあいろんな要素があって彼の好きな要素の,そのフォトインフォトみたいな写真の中に写真があるってのもあるし丸い反射する鏡の中に写ってる自分がいるってのもあるし写真を撮ってる人が写ってるとかそういういろんな要素が入っていてなんかこういうの見るとちょっとアレックソスっぽい写真だなと思うんでね。あなるほどへ んかこんな感じでえっとこういろんなところをまあドライブしながら行ってはまあ風景を撮ったりポートレートを撮ったりまあいろんなものを撮っていくっていうのがスタイルなんですよ、うん、ロードトリップ系みたいなまあそうだね基本はそれに近いと思いますね、うん、基本はうんで,で今回のこのアパウンド・ピクチャーズっていうのはえっともう少し言うとですね 何か,か,かね最初はリンカーンの早々列車の経路をたどるプロジェクトだったとこの人の面白いのはいろんなこう、作品を作ることをプロジェクトっていう言い方をするんだよねはいで、まあプロジェクトっていう言い方をするのは別にこの人、えー、だけではなくて多分写アメリカの写真家の人を中心に結構、えー、プロ あるる作作品を作る写真集を作る写真展をやるっていうのをプロジェクトって呼んでそれでやっていくっていうのが多いんですけどまあこの人は結構うん話聞いてると特にプロジェクトって言葉を対応するタイプの人かなと思うんだけどでこのね撮り始めたのがまあコロナとかよりもっと前の時でちょうどなんかねトランプ政権とかになってアメリカが二分してたんだよね。 民主党党派派と共和党派みたいな感じで,、うんえー、でそういう背景をなんていう嘆く、えー、っていう感情があったらしくて、うんえー、それで、えー、と南北戦争とかの当時の、まあ、リンカーンっていうのはどういうことだったんだろうっていう感じでテーマを持って、えー、リンカーンが亡くなった時に、えー、とワシントン DC、えー、と首都のあるワシントン DC から えっと、イリノイ州のところまで、彼の出身のイリノイ州まで、えっと、遺体をこう早々列車で運んでったっていう、えー、う列車で運んだ経路をたどっていこうっていうで、そこでいろんなものを考えていくっていうプロジェクトだったみたいなんですよね。うんうん、でも、実際にはなこ,のこれで始めたんだけど、ちょっとうまくいかなくて、あんまりパ,パッとしたのが取れなかったみたいで、やめちゃったんですよね。 でもね、そのやっぱりこの早々列車プロジェクトを撮るっていうプロジェクトだったこともあって、それにした関連した写真っていうのがの、あのー、この写真集の中に残してあるんだよね。あ,あるんですねで。例えば左上の写真、リンカーンの胸像っていうのかな、群れより上の像みたいな、はいはい、こういうのを、まあ、手に入れて、車に乗っけてる、自分の車に乗っけてるところなんだけど。<laughs> えこ,これで乗せてあのトリップしたってこ,とですかこれね、なんか実は最後に撮ったやつらしいんだけど、そ,そうなんですね、うんうん、こういうの乗せて <laughs> 走ってたとか、えーと、左下のね、これ山みたいな感じに見えるんだけど、実は線路があって、これがそのイリノイ州の、えー、とスプリングフィールド、あ、違うな、ここ場所が違うな、えー、と途中の経路の、えー、と鉄道が、走走列車が通った途中の経路の。 線路のところかな、うん、そういうところにも自分で行ってみて一応撮ったりとかしてるみたいでね。うーんーでそ,それ以外にもねなんかね、えー、っとこの写真集の中に結構墓場とか墓地とかいっぱい出てくるのね。はいで真ん中の写真は真ん中の上オデッセイの車彼の車なんだけど、うん、彼の車の奥に広がってるのがこれ墓地なんだよね。うーん で、これは、あのー、下にその,下の写真の下にあるんだけど、ウーカー・カエヴァンスの写真集に、これと同じ場所で撮った写真があるんだって、えー、この十字架みたいなやつはもう撤去されてないんだけど、指さしてるとこあるじゃないですか、写真で。はいうん、十字架みたいなのはなくなってるんだけど、まあ、同じ場所に行って撮ってみたと。 やってたでするんよね。本当ね奥の建物がうん、そうでしょう。左のあのとんがった三角錐っぽいうん、ね<え>、<ー>そうなんですよ。で、あとさらに右側の写真、右上の写真かな。こう人が二人立って T シャツ着て立ってるんだけど、うん、この写真はその下にある。 えー、ポール・フスコっていう人の写真集の表紙をね、えっとまあ、イメージしてたんだって。うんで、これはだから早々列車が通ってった時の、えー、写真らしいんだけどね、はいうん。フーネルトレインっていうか、まあ、あの霊のゅ車じゃないけど、そういう。えーっと 質疑のインだと思う、ねえー、と撮ってた時のこのちょっと上から撮った感じのやつなんだけどそれと似たような感じの写真を撮りたいと思ったらしくて、はい、え撮ったのが右上でこれがね実際に電車から撮ってると僕はちょっと思えないんだけどなんか高い位置から撮っていて、うん、ただこの2人の人は T シャツ着てるんだけど実はなんか、えー、とお葬式の後らしいんだよね。本当にへー T シャツにはそのなんか亡くなった方の、まああのー、顔とか書いていてよく分かんないん葬式用の T シャツらしいんだよそうなんですね、うん、でそれが着てる2人をちょっと上の角度から撮って、えー、とこういう早々列車で撮った写真のようなものを撮っていたりとかうん、うん、確かになんとなく雰囲気は分かりますねえ なんだろもともとは早々列車の経路をたどるプロジェクトリンカーンのやつをたどってやるってこともあってこういう墓地だとかそういうのいっぱい回りながら自分のイメージしたものを撮っていくってことをやってたんだよね。うん、で、えー、とこれが過去形でじゃあどうなったかっていうとこれなんだよね。途中から写真の重さとか価値っていうのを考えるプロジェクトに変わっていくと。うん、で。 この,このバナキュラー写真っていうのかな、うん、一般の人の家族とかねあのまあ何でもない写真みたいなやつを大量に売ってる人たちっていうのがいるんだってうん。左上のこのベッドルームの写真っていうのはロス,ロスに住んでる人がえー、っと eBay で写真をこういう写真を売ってるんだって量り売りで売ってるんだってど,、えー、どういう目的なんでしょうそれはいやまあ商売じゃないだから<ー>いろんなところこういうのもういらないっていうのを集めてきてそれをもう1パウンドいくらっていうので売ってるんだって、えー、これ自分で撮った写真ではないってことですうそ違うと思う、うん、だからもう大量にこういうのを集めて売ってるとで まあ写真家のアレックスト的には測り売りをすると写真を、うん、その発想があまりにも新鮮でうんショックを受けたと確かにうんでもちろんそうやって売ってる人がいるっていうのは知ってるんだけども、まあ、本当に測った分量で売ってるっていうのに驚いたらしくてでタイトルもあまりそこからこの パウンド・ピクチャーズっていう写真集のタイトルはその測り売りのパウ,パウンド売りの意味で、うんえー、来てるんだけれどもでこれはベッドルームで確かねえー、っと確か60パウンド買ったって言ってたと思うんだよね、うんえー、60パウンドこのロスのところで買ったって言っててそれがねえー、っとそう確か27キロなんだよねすごい買ってますね 買ってでそれを部屋に持って帰って広げてなんかこう若い女性が写っている写真をこう分類しているところを撮ったって。ですね、うん、でそういう体験からこういう写真のね集めているっていうのをいろいろ撮っていてさらにこの写真集の中は、ね、このバナキラ写真が。 合計5枚入ってんのかな、えー、写真が写真集の間に入ってるんですよ。へ、えーうん。左下のところにあるでしょう。あのこういうね、えーと、L 版とかもうちょっとちっちゃいやつみたいなのが、あのー、入ってて。これ実際に五島さんの写真集ですかそう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 。<ー>それで、えーと、ただね、実物じゃないみたいなんだよね。 うんレプリカみたいなのが複製したものになっているとは言ってたんだけど何グループかあってでそれで、えー、っと何パターンかあってで、まあ、それをそれを入れてるみたいな感じになるみたいなんだけど各写真集によって入れてるみたいなうん、うん、ただその、まあ、実際に開けてみると「こうね、アパウンド・ピクチャーズ」ってタイトルでこういう測り売りしてるところの写真だとか。 そういうのに関連するようなものを見てるって感じがものすごい伝わってくるんだよね。うん、でなぜこれが複製のものを入れたかってことは言ってなかったけど僕が想像するに多分その写真の劣化とかね、はい、なんかインクとかそういうのがこう紙に写ったとかくっついたとか多分そういうのも起きるじゃないですか。あ確かに多分そういういのも考慮して えー、こういうのは複製で入れてんのかなと思うんだけどうん、うん、でもパッと見裏とか見てもなんかこれもう本物じゃんと思うような作りになってて本人がそうやって説明するまで僕はずっと本物だと思ってました、うん、でまあそんなのもありその右側の写真右上かはい、はい、右上はこれはねどこだっけな、えー、とロスじゃなくてペンシルバニアかなどっかのところでやっぱりイーベイ えー、で、売ってる人のところに今度行ってみましたと。うん、で、えっとね、そう。で、これは、えー、っと、ね、ちょっと待って、ペンシルバニアだね。そうだね。で、この人はね、50万枚持ってるんだって。え、この売ってる人が50万枚売ってる人が50万枚こういう写真を持ってんだって。<ー> <laughs> 1>, で1日滞在して6万枚ぐらいこう見せてもらったって言ってて <laughs> で。でこうあるんだけど、まあ、そういうことをね回ってやってるんだけどでもこのね写真っていうのは結構この写真集の中ではあのキーとなる写真写真になってて。 さっき言ったフレンケルギャラリーで写真視点をやったときにポスターが販売されてたんだけどもこの写真がポスターになってたのね。へえ<ー>。うん、右上のやつがですか右上のやつだね。うん、で理由はこれもねえっと僕を調べていったらわかったんだけどこの右下にちょっと写真があるんだけど、はい、ちょっと見,に見づらいかもしれないけどダイニングテーブルみたいなところに部屋の中で花の。 花瓶が置いてあるのえっとでこれがね、えっと、写真家の、えっと、ウィリアムエグル・エグルストンっていうあのニューカラーの先駆けの有名な人の写真なんだけど、うん、その人の愛人の家なのかなよく分かんないんだけどそこに花を置いたっていう写真なんだけどちょっとね見づらいんだけどこのテーブルのところの上にやっぱりしゃちょっとちっちゃめの写真の、えー、が山積みになってるんだ ああちょっと見づらかったね、これは分かりづらかったかもしれないな、これちょっとあのギャザードリーブスアノテイテッドから、えー、持ってきたから、もともと印刷があんまり良くないやつだったかもしれない、でも机の上にとにかくそういう写真が山積みになってて、はい、えっとこの上の右上の写真を撮るときに、あのー、アレクソスはこの写真のイメージだったらしいんだよね、ウィレン でさらに言うと、まあ、さらに話があってでエグルストンの、えーっとね、なんか写真展の時の、えー、出品する作品リストみたいなのを眺める機会があってその中で1枚気に入った小さめの、ね、写真があってそれがその一番右下のところに出てる。 女の人が座ってる写真なんだけどそれ気に入ったんでアレクソス買ったんだってサイン入りでなんかフレームに入れて部屋に置いてあるみたいなんだけどで彼が言うにはまあもちろんそのこのちっちゃめの写真っていうのはサイン入りでグルソンものでえとそれなりに値段はすると思うんだよねでもじゃあこの1枚の写真と 他のねこの eBay で50売るために50万枚持ってる人の写真との違いって一体何だろうとうんそこの写真の価値って何みたいなことを考え始めたりとかするとなるほど言っているということなんだよねあと真ん中の下人がこうボロボロな写真を持ってていう写真があるんだけど、はい、この人はなんかねえっ、ー、と台車に プリンターとカメラの機材を持って、まあ、イベントであなたの写真撮りますみたいな人をやっててことをやってて、まあ、こう200ドルっていうで札がついてるんだけど、えっと、こうやって写真の中で写真撮るの好きなアレックス的には写真撮らせてくれって言ったんだって、はい、そしたらお,お金を要求されたから結局20ドル払ったらしいんだけど <laughs> 写真撮った後で質問されてあなたは今まで写真を撮るためにいくら最大いくらまで払ったことあるんだって聞かれたとかって。 それはそこで話が終わってるからその後の会話は分かんないんだけどまあ行ってみると写真を撮ったりするっていうことだけでもまあお金とかね価値っていうのがあの発生するようなこともあってそれが一体どうやって決まるもんなんだろうとかねそういうことを暗示してるような感じがするんだけどまあそういうふうなねストーリーがあるような写真が写真集の中に散らばめられているってことなんだよね、えー。えー で、次が、ちょっと待ってね。で、これ、よく話題なんだけど、表紙にね、こう、リストが書いてあるんだよね、いろんなアイテムが。これが何かってことなんだけど、最後の方のページに、この真ん中の写真があって、このアレクソスが運転する車のところにメモが書いてあるんだよね。その上のメモが貼ってあるメモの上のメモが、この。 えっと綺麗に書くとこんな感じであーワーキングリストって彼は読んでたんだけど撮りたいものリストなんだってうんこのプロジェクトで、えー、っと動きながら、えー、何を撮るかっていうのをもうあらかじめ書き出しているとうんまあブッダとかあったりフラワーがあったりとかゲイジングボールがあったりとかまあいろ、まあ、いろんなものを書いてあるんだけどねはいで YouTube で彼がこれを解説をしているのを見ると その左下にあるんだけど、えー、スリーピング・バイ・ザ・ミシシッピーの時に、えー、こういうものを使ったんだって言って、手に持ってんだけど、これが名刺なんだって。うん同じ手法を取ってて、取りたいものリストずらっと書いて、下に自分の名前とかメールアドレスとか連絡先とか書いた名刺を持って、えー、スリーピング・バイ・ザ・ミシシッピーの時きは、それを持って歩いてたんだって。へ<ー>で、理由は、 私は風景写真家だとか私はポートレート写真家だとかそういうふうなことを言いたくなかったんだってうん、うん、つまり私は自由に写真を撮る人なんですよで今こういうのを撮って、うん、えっと旅してるんですよっていうのを表すためにこういうのを作ってたんだってあなるほどうんでこれでまあ見せればで話もできてなんだ撮られる人も、うん、ああそういうことなんですねっていうふうに会話が成立するみたいな感じになるんだと思うんだけど でそういう流れもあって、えっ、ー、と、まあ、まあ、今車あの、まあ、名刺とは言ってなかったんだよね、この撮影の時はね、車にこうやって貼ってますみたいなことを言ってました。はいはい。うん。で、まあ、実際にね、本当にじゃあこれ、えー、どんなのがあるのかっていうと、下から2つ目のところにウォーター、ウォータースキーング VS、なんかスキューバーダイビングと書いてあったりするんだけど、 水上スキーだね。はいはい。で実際に見てみるとだ、こんな感じ<ー>これ、そのさっき言った中に挟まってる写真なんだけど、左側は。はい。水上スキーやってる写真とかが入ってるんだよね。で、これ自分で撮った写真じゃないから、あー、なんかこアレクソスは自分で写真撮れなかったから、一生懸命こう、あのー、 買ってきた写真の中から1枚選んでえっと補足したのかなとか思ったんだよね僕は最初。そ、はい、したらちょっと違ってて彼の解説動画を見てたら右の写真何でもないこの池か湖面か分かんないんだけどところ湖かなのところにあるこの赤い部分が写ってると思うんだけどこれがなんかね水上スキー発祥の地なんだって。 へでこれ多分水上スキーのジャンプ台かなんかみたいなんだよねあそうなんですねうんこれパッと見ただけじゃ絶対わかんないよねそうですね <laughs> なんか家の屋根 <laughs> ねそうだよね、はい、だからこれが水上スキーだとは思わなかったんだけど、うん、関係しててなんか実際にはなんかインターンの人インターンで撮影のアシスタントをしててくれてる人が とまあ、じゃあ行ってみようってことになっていって、そしたらその人が自分のおじいちゃんが水上スキーの写真を昔見せてくれたんだみたいな話を、えーまあ、そのおじいちゃんには会ったことはないんだけど、生まれる前に亡くなっちゃったからなんか、でもずっとおばあちゃんが水上スキーの写真を見せてくれたんだみたいなね、そういうツアーとかもね、話してくれたんだみたいなたっぷり、えー、アレクソスが YouTube で語ってるみたいな。<laughs> へーへーまあ、そんな感じなんですよ。 でまあ、ここらそういうのがリストなんですよね。だから彼は事前にこういうのを、まあ、上げて、まあ、そうやって取って回るみたいなことをやってるとで。気になるのがこの下にある、ちょっと薄黄色い紙ですよね。ハン,ハンドルのとこの下にある。はい。わかりますよね。これがちょっと右側のところで、うん、YouTube で解説,しての解説してたりとかしたんですけど、なんかね、アレン,ギンス・ギンスバーグっていうのかな。なんか詩人の人が、 ロバート・フランクのあの写真家のロバート・フランクとスナップショット・ポエティクスワークショップっていうのをやったんだってかまあスナップショットの詩ポエムの詩詩学みたいなあのそういうのを2人でワークショップやった時にこのアレンの方が書いたまあなんかそのえーポエムを作る時の心得っていうのはまあ写真の撮る時の心得ともえ一致するでしょうみたいな感じでいくつかこう こう過剰書きにしたものがあって、うん、僕もねこれ全部ちょっと読み解けではないんだけどまああの平常心で作れとかあとは最初に考えたものが一番ベストなものなんだよとか、うん、なんかそういう,もう基本的な心得が書いてある紙なんだけどそれをここに貼ってるのね。うんここ、うん、でその理由をアレックソスが説明したんだけどあのー、なんかねどうもこれ。 こののプロジェクトの途中でコロナに入ったんだよねコロナの期間に。はいうん、で家にいる間にかなりなんか結構メンタル面ダメージがあったみたいでなんか写真を撮るってことに自信持てなくなったらしいんだよね。うんで、まあ、そういう自信を回復するためにこのいろんなも基本的な心得みたいなやつをここに貼ってもうそれを見てこうやって撮ろうとかいうふうに。 えと自分に言い聞かしてみたいなんだよねうん、うんうん、なんかねそういう背景があるみたいでうん、うん、あとそうだね、えー、とそ,うそういうのをこういうとこに書いてあったりとかするってことがありますとでこれさっき説明したね水上スキーはでもう少しこの写真集の話をしていくとアメリカの詩人の ウォルト・ワイトマンっていうのかなホワイト・マンかな、えー、という人の影響をすごい受けてるんだよね。はい、でこの真ん中のこの画がオレンジの上に載っている写真っていうのも、えー、写真集の中の1枚なんだけどこれについてそのアノテイテッドの注釈で出てたのがこのウォルト・ワイトマンのなんかねえっ、ー、と。 この人が詩人なんだけど、刺集を出していて、それがね、リーブス・オブ・グラスっていう刺集を出していて、その中の写真、この人1800年代の人なんだけど、なんかね、写真のところの、手のところにね、蝶が載ってると。みんなこれ、本物の蝶だと思っていたら、もう最近になってこれが偽物だっていうのが分かったと。っていう話があったらしくて。 それからなんかオマージュを受けてこう,こういうガの写真なんだけど実際には撮ったりとかしてるんだよね。うんうん、でその,そのこの人の刺繍が「リーブスオブ・グラス」っていう、まあえー、草の葉みたいなものなんだけど、えーっとまあ、これがねさっき言った「ギャザード・リーブスとかいう作品。 あの写真集まとめたやつをギャザードリーブスとかって呼んでる名前にも由来するんだってはあうんなるほどだからすごくこの詩人の人から影響受けてんだよねうんそれででこの写真集の後書きみたいなところにアレック・ソースが文章を書いてるんだけどそれ見るとこのウォルト・ウィットマンっていう人は詩人の人は このリンカーンの,あの葬式の時にも参列してたんだって。へ<ー>、うん。それってちょっとね、僕もね、ちゃんと読みこなせてはないんだけど、何かの本かなんかのところの、えー、ポエムの中で書いてるのかわかんないんだけど、まあ、このまあ、その中でこの、まあ、リンカーンのね、えー、とー墓、多分、部屋みたいな、家みたいな感じになると思うんだけど、そこの中にどういうふうに、 まあデコレートするんだろうとか,だかどういうふうなピクチャーを置くべきなのかみたいなことを、えー、とこの人が書いてる文章があってそれが引用されてるのね。でそういうのを見るとちょっと、まあ、目的はそのリンカーン早々列車っていうところで、まあ、アメリカの分断から来てるんだけどこの人の文章にも相当影響はされていて、うん、うんなんだろうねそこからえっ、ー、と まあ林間のやつを追いながらまあど写真を撮ってその当時のことを考えてみようみたいなところが動機だったんじゃないかなと僕は推測するんだよね。それから右下の方にあるねえっとこれも後書きの続きなんだけどここも引用の3行があってそれで「Going where I list」って書いたんだよね。 つまりこう私がこれはだからこの詩人の人が書いてるものを引用してきたんだけどなんかここの産行だけ引用してるのがすごい気になるんだけどえー、っとねあんまり全文は理解できなかったんだけどつまり私がリストしたところに行こうみたいな話じゃないですか。うん、これってさっき言ったみたいなこう何を取ろうかみたいなやつをリスト化しておいて行くっていうイメージと僕はなんかつながるんじゃないかなと思っていて。うんうんうん こういうところからだからこの詩人の影響とかを受けて相当受けて作品のこのプロジェクトのスタイルっていうのが決まってきてるのかなとテーマとかねういう気がしてますね<ー>、うん。詩が元になってる、ね、そうみたいうん<で>これは今回のこの「アーパウンド・オブ・ピクチャー」 以外の写真集も大体そんんなな感じなんですかね同じ詩人かどうかわからないけどやっぱりあの調べていくとネットとかで調べていくとやっぱり、えー、とアレクソス結構詩人から影響を受けてるっていうことああそうなんですね、うん、で、うん、彼自身も写真は詩みたいなものだみたいなこと言ってたりもしてう,ーんうんなので詩かうんまあ そうこ,こんな、えー、と話もありますと。うん、でまあちょっとねここで、まあ、今まで言ったところはこうかあのー、YouTube のビデオとか「ギャザードリーフ・アノテイテッド」っていう本だとかあとはこの「アパウンド・ピクチャー」の最後の方にある注釈だとかあとは、えー、と神奈川県立近代美術館の図録とかに書いてあることを見ながらまあ あのこういうことだよっていうのを僕は事実に基づいて書いてんだけどだからちょっと考察として書いてんだけどここはね、はい、これだからここはちょっと僕の意見があったりとか印象的なところをここ書いてんだけどプロジェクトスタイルっていうのはどういうことかってでちょっとねこの深掘りをしてみる前っていうのはあのまあロードトリップしながら風景やポートレートなどなんか撮ったりしてるんだろうなとまあこれは写真見ればわかるよねと。 で、事前にプロジェクトのテーマとかね、例えばリンカーンの早々列車を撮ろう。で、それを途中で、まあ、変えて、えっ、ー、と、まあ、写真の重さとか価値って何だろうって考えるものに変えていくとか、まあ、そういうことをしながら、うん、まあ、プロジェクトのテーマっていうのは価値と決めながらも、まあ、変更しながらもやっていく人だなと。で、こういうスタイルって、どっちかっていうと、なんかドキュメンタリーとかジャーナリストみたいなの近いスタンスなのかなと思ってたのね。はいはい。それまあ写真 集団マグナムとかにいるっていうのもあ,るあった印象だと思うんだけど、うんはい、例えばねジャーナリストとかの人もその、まあ、事件とかの記事じゃなくてもっと社会問題とかを深掘りする人たちっていうのはある程度もう取材のこうテーマみたいなのを決めてである程度何取るかみたいなのを決めて行ってそれでまあそこで違うものに出会えば方針変えて調べてってそれで全体でこうなんか。 えー、ある問題を取り上げた記事にするとかそういうことをやるわけじゃない。だからそういうタイプの人かなとか思ったんだけど、はいはい、今回深掘りしてこうやって調べてったら、まあ大きなテーマ設定とか取るべきリストとか取ってるけれども、実際には結構自分の興味に任せて自由に取ってるという感じがしたんだよね。だからそのあの掲示板とかに書いてあるいろんな注釈見ていくと、もうなんか。 大きな枠はあるもののもう自分で好き勝手にその時の思いで動いてるんだなって感じがするような感じだったんですよね。で、さっきのと同じなんだけど、この写真集の後書きをもうちょっと読んでいくと My process is like web surfing in the real world って書いてあって実世界のわ私のこの写真を撮るプロジェクトのプロセスみたいなものはウェブサー実世界のウェブサーフィンをしているようなもんだっていうことを言ってるんだよね。ほう かこの言葉がね非常に僕にはしっくりきたんだよね。というのはその思いつきで、まあ、テーマがあって多分みんな Google とかで調べ始めるわけじゃない。Google 検索とか。で調べてたらいろいろと面白いものが出てきたらあっち行ってまたそっち深掘りして戻ってきてとかそういうことをするわけじゃない。うん、なんかそういうことをやってるような取り方なのかなっていうふうにこう思いましたね。うん まあ本人がこう言ってるからっていうのもあるんだけど、うん。へえ。あとはさっきも言ったみたいに詩からね、ポエムから影響をまあ大きく受けていて、写真とは似てると言ってることもあったりとか、あとは意外とね、他の写真家の写真っていうのも,もうたまに入ってて、そういうところオマージュっていうか、ああ受けて、 自分の作品っていうのはこう撮ったんだっていうのを堂々という感じの人なんだなと思ってうん、うん、まあそんな感じが僕の印象なんですけれどもうんはいうんまあこんな感じの人なんですよで「アパウンド・ピクチャー」ってこんなストーリーになってるっていうとなんだけどうんなんか分かりました言ってることはい そうか,なんかうんやっぱ詩っぽい感じなんですねそのそうだねうん、まあ、僕も詩は読ん,読んだことないですけどほとんどうんいやいろいろ知ってますねこの人うんからねなんて言うんだろうねまあその写真を見てね 写真の作風がどうかどうかっていうのもあるんだけど、うん、実際こうやってちょっと一歩踏み込んでみるとその死の世界だとか他の写真家のから受けているものだとかそういうのもあるし、うん、撮り方もね独特な、えー、っと撮り方もしていて、あのーまあ、結構そういう意味でいくとちょっと深掘りしてみるとすごく面白い写真家なんだよね。うーん ただね本人が言ってるんだけど今これざっと先に説明しちゃったけれども本人はやっぱり写真集自分で見るのも好きだし写真展とか見るのも好きだからまずはビューアーの人にはまず自分の写真をまずこういうのを知らずに見てもらいたいっていうのがまずあるんだよね。それでまずどういうものかっていうのを知ってもらいたいというのがあるんだけどもでアレクソースが言うにはさらにでもえっともっと細かく。 背景にあるものを知りたいっていう人も中にはいるだろうと、うん、だからこういう風うにえっ、ー、といろんな情報を出してるんだってことを言ってるんだよね、うん、<laughs> だから表面だけを見ていろんな解釈をされるのはもう皆さんの自由だけどあの興味があるんだったらこういう深掘りして調べてみてくれっていうので情報を出してるんだよねまさに我々のためにある、ね、本当そうなんだよね 僕らもねだから写真の表面というよりもその裏にある考えとか知りたいじゃないですかそういう意味でいくとアレック・ソースの場合は本当ねいろんといろんな YouTube ビデオが出ててまあいろんなところで、えー、プレゼンをしたりインタビューとか対談をしたりとかしてるから彼の考えがいっぱい出てるんだよねだからそういうとこを紐解いていくといろんなこと分かる感じがして面白いっていうだよね それでね、はい、まあ大体まあ僕はあのこの写真「アパウンドピクチ t ーズっていうところで言いたかったのはそこなんだけど、はい、もう一つね大きなもっと大きな話があって、はい、で彼はねちょっとここ僕の感覚的なものなので明確に彼が言ってるわけではない、はいうん、のでちょっと僕の解釈だと思ってもらいたいんだけどどうもね彼の 書いてあることとか言ってることとか聞いてると何ていうのかな実際に世の中にあるもの実態とか実際に経験したことっていうものに対して写真は勝てないみたいなことを言ってるような気がするんだよね。ここここはねねね非常に難しいいんだよね <laughs> あの,この後書きも、ね、ちょっっとと微妙なててあって だか,この後がだから彼もしポエムっぽいところがあって僕みたいにそういうのを理解する力がない人にはいくら読んでもちょっと分かんないところがあるんだけどなんかねこれはね、その蜂蜜をね例えばニューヨークのところでのマーケットで蜂蜜の入った瓶を見つけましたと、うん、でその日にね、えっと、自分はこう蜂蜜の養蜂場みたいなのを想像してみたと。でそれにちょっっと興味を持って、うん えとそこの蜂蜜をこう作る蜂を飼っている人たちのところに行ってトラクターに乗っけてでその場所に、えー、行くとかっていう書き方をしてたけど多分これ実際に行った話じゃないかなと思うんだけど想像で書いてあるわけじゃないと思うんだけど、うん、だそういうふうに行きますと。で自分はそこでねあの、まあ、写真を撮ってすごい威悪なんだけど写真をその蜂蜜の蜂とかの写真を撮ることはできるんだけれども。 でそれをね写真集とかに入れるとかもできるしあとはそういうのと他の写真とかと組み合わせて物語みたいなものを作ることもできるんだけども、うん、でもそれっていうのは実際にはあの本当の蜂蜜っていくら写真で撮ってそれを表現して面白くしたとしてもだね実際の価値っていうのは蜂蜜にあるだろうみたいな感じのことを言ってるんだよね。 うんこれちょすみません、ちょっとかなり異役です。<laughs> <あの笑>かなり異役。かなり異役なんだけど、そういうことを言って、ちらっと言ってるように僕には見えましたとで。で、それでこれなんですけど、沖さんにもちょっと時間があったら見てと言った、ははい、はい TED トーク、アレクソスプラス、スタンシー・ベイカ、ステイシー・ベイカ、This is what、uh, enduring love looks like っていうやつで。この 見ました、はい、だからアレックソスがこのス,ス,ステイシーでいいのかなステイシー・ベイカーっていうこの女の人と二人で、えっと、テッドトークに出ましたっていう時なんだけど、うん、この女の人は最初ねアレックソスに両親の写真を撮ってくれってお願いしたんだよね、うん、でアレックソスはその両親の写真撮ったんだけど、えっと、この女の人の写真も撮ったんだよね真ん中にあるやつ後ろに羊がなんかでこの写真が えとアレクソースの写真の中でも結構有名になったんだってうんで僕この写真を探したんだけど多分ね今持ってる写真集の中には入ってなくてどこで使われたのかって分かんないんだけど、うん、これがちょっと有名になったんだけどうんでこの人は別の仕事をしてたんだけどこの後写真を勉強して、えー、とニューヨーク・タイムズの、うん、マガジン部門雑誌部門っていうのかな えっと、に、えっと、入って写真を担当することになったんだってでまたアレックソスと仕事のつながりが生まれたんだってへえ<ー>でアレックソスと話してると彼女はなんかね今までボーイフレンドがいた形跡がないんだって、うん、でアレックソスとアレックソスの奥さんがどうやって出会ったかとかそういうとこに興味があって質問してくるんだってうん、うん でえっと、つまりで、アレクソソまは16か15ぐらいの時に奥さんとアメフトの試合見に行く時に知り合ったんだみたいなことを言って,て、えっと、まて、あ、そんな話をするんだけどその彼女がやっぱりその人としてはどうやって出会うのかとか、えーまあ、運命の人をどうやって見つけるのかっていうところに興味があるみたいだからじゃあ、それを、ね、探すプロジェクトをやろうみたいな話になって取りに行きましたと。うんで 最初にやったのが、そのなんか、お見合いパーティーみたいなやつに彼女が行くと。しかもバレンタインデーの日に行くという <laughs> 企画をやって、会場の人が大爆笑してたっていうやつなんだけど、はいあの。で、右上の写真がね、そこでえっと会って話した人と、えー、後で、えっと、ツーショットの写真をアレクソスが撮ってたんだよね。うんでも結局はそこでは彼女がときめく人ってのは見つかりませんでしたって話をしてるんだけど、まあ、それが前半部分なんだけど、はい 後半はこの左下にある、えー、ような感じでテキサスだったかな、どっかのアリゾナだったかな、あっちな、テキサスかな、退、え、役、ー、軍事のね、人たちの高齢者の人たちが住んでる施設に行くんだよね、アレックソスが行くんだけど、うん、それでそこにいる老夫婦たちの2人の写真を撮ると,というふうにちょっと変わってくるんだよね、このテーマがね。うんえ で,で、アレクソスはこういう2人を撮っていくんだけど、まあいろいろと何人か撮っていく中で、最後、この出てきたこの2人、えっと、結婚式の時の写真ってを見せてくださいって言ったら、2人が同時にこの結婚式のこのモノクロの写真をね、うん、財布から取り出して、はい、どうぞって見せてくれたと。うん、で、それに対してアレクソスはこう写真、この2人の幸せな瞬間が写ってる写真と、 えとこの夫婦がそれぞれがねえ何十年も自分の財布の中でこの写真をえずっと持ち歩いていて見せてくださいと同時に見せるというこの事実というかとはどちらが美しいことでしょうかっていうところで終わるんだけどつまり写真一枚をきれいに撮ったっていうまあ写っているものが えと思い出だみたいな話だけではなくて実際にはその人たちが長い間、えー、と写真を大事に持っていて同時に見せられるような状態になってるってこと,のことが、うんうん、本当に美しいことなんじゃないかみたいなことをい、うん、投げかけてるものなんだよね。うん、まあだから1枚の結婚式の写真だけで本当の、えー、と永遠に続く相手の表現できなくてこうやって実際には持ってこう。 持ち続けてるとかそういうところの実体験とか経験みたいなものが伝えることができるんじゃないかっていう意味だと僕は解釈していてまあだからそれがねやっぱり写真で最終的に表現できない部分があるんじゃないかっていうところにつながるのかなと思ってるんだよね。まあなのでこれもちょっと概要欄にリンクを貼っとくのでもし興味ある人は見てみると彼がまあこう例えば「永遠の愛」っていうのはどんなものなのかっていうテーマで。 えー、プロジェクトを組んで、まあ、お見合いパーティー行ってみたり大気軍人のところに行ってみてこういうのを経験しながら、えー、と一つのものに仕上げていくっていう、まあ、プロジェクトの彼のプロジェクトのスタイルみたいなのが分かるものかなと思うんだよねちょっと実際にねこれのアウトプットがどこに出てるのかってのは分かんないんだけど、えー、と多分、まあニューヨーク・タイムズのマガジンかなんかになってんだと思うんでね写真集じゃなくて。 確かに、アパウンド・ピクチャーズともつながってくる部分がありますね,ね。うん。なんかそういう問題設定を彼の中で持ってると思うんだよね。うん、なんかね。うん。なんかそういうところからいろんなものが進んでいく。でこれがちょっと参考資料で。あとね、ちょっと <laughs> 気になる今後の展開って書いてしまいましたが。 さっっき言ったその神奈川県立近代美術館のね写真っていうの図録のインタビューの記事をもう一回見直したんですよ。で今後どうなるのかみたいなところが書いてあって未来はどうなるかそれは何とも言えませんって一つのプロジェクトが終わるとき終えるときはいつもえと自分自身の実験の機関に与えてて今は動画で遊んでいるところです。でここでのキーワードは遊びです。 砂浜で砂と戯れ独り言を言ってる子供のようでありたいと思うのですとかっていうことがちょっと書いてあったりとかしてこれが2022年の2年前のね図録のインタビューのとこなんだけどそういえばこの前やってたボッテガベネタの2024年のキャンペーンって東京の公園で舞台にしてプレイグラウンドみたいな感じで遊んでる子供が遊ぶようなところで撮ってたよねと思って。 ここもなんかリンケージがあったんだと思ってね。ああ、確かに。彼の興味持ってるのは遊びで。で、それがこう、ぼってがめネタのキャンペーンとかのイメージに繋がってるのかな。ね、っていうのをちょっと見つけたので、ちょっと紹介って感じなんだけど、あとはね、その前、前段階で、今は動画で遊んでいるところですっていう、この一行が気になるんだよね。うん、<laughs> これ、なんかやってんのかなと思って。気になるよね。うん どんな動画撮ってんだろうってあれアパチャの YouTube チャンネルにあったやつはあれはだいぶ前のやつですかねああれはちょっとだいぶ前だと思うね何年か前だと思うねうんだからそれより最近何かをやってんだと思うんだよねうんだからまた動画みたいなもので作品が出てきたりするかもなんて思ってええー、じゃあそれがもしかしたら今年の12月に <laughs> トシャビで見れれるかもしれない,いやーそう思うでしょ <laughs>、はい、で僕も、ね、そう思ったんだよ。<laughs> はい、それをちょっと半分期待してもう一回「トシャビのやつを見,つけてあの見たのが「参考資料3」<お>。これあ東京都写真美術館アレックスソス仮。2024年10月10日から2025年の1月19日まで、えー、とアレックスソスの写真展やります。はい、でこれの解説を見るとどうもこれね。I know how <laughs> 発音ができない、フリューアイスリー・ユーアーティーズ・ビディングっていう、このね、もう一つ22年に出てる、あ<ー>まあ書かれててる写真を中心に、独自の企画をやりますみたいなのが書いてあるんだよね。じゃ新作のっていう感じなんですよね、最近の作品を。そうだね、2>, <laughs> あの2年前の金、まあ、作って書いてあったけど、近くで、作品での、この写真集をベースにしたものを中心にやりますと。 だからさっき5冊集めたやつがギャザードリーブスって言ったじゃないですか。はい、でそれをそれはもう、えー、と神奈川県近代美術館の葉山館でもうやっているので、うん、あのその時に含まれていないこれをやりますって感じなんだよね。へえ<ー>。これはどうも室内とか、えー、と人とかを撮っているものでちょっとまたロードトリップ系とは違うのかなと思ってるんだけど。うん、うん 実はね、これ、この収録の1時間前に届いたばっかりで、まだ僕読んでないんで <laughs>、えー、<laughs> <laughs> ちょうど買ったらこんな話になってたということが分かったんで、これから勉強しますけど、だから、えー、それを中心にやるとで、独自の企画になる的なことが書いてあったので、何かそれプラスアルファがあるのかなーなんて、ちょっと想像したりとかしてます。 <laughs> 2022年ってことは、ね、うん、ちょうどその時期の図録に、動画で遊んでますって書いてあったんですよね。うんうん、そうだねってことは、これの動画版がある可能性もいやー、どうだろうね、そこはちょっとわかんないね。<笑><笑>まあ、なんか、実験期間中で動画で遊んでるって書いてあったから、正直、そこまでねリンクさせちゃいけないような気がするんでね、動画の話はね。 でもさこのいろいろと考えるとだよファンの希望的な夢の膨らみみたいなものでいくと、はい、このやっぱ10月から1月って、まあ、前回は本間隆だったわけだよね、うん、この時期2階のフロアって、はい、即興,即興あんなピアノを持ち込んでかなり変わったことをやっていたので。はい 多分それもアレックソスは知ってるんじゃないかなとか思っていて <laughs> なんか彼なりにちょっと面白い演出とかが加わってくれるといいななんて思ったりはしますいやこれ単に想像なんで <laughs>、うんまあ、まあベースは多分この写真集の淡々とした写真になると思うんだけどなんかちょっとなんか期待したいなというところでね。 でもいずれにしてもねまたこういう展示が東京都写真美術館であるということなんで、うんね、10月からなのでもうあと5か月ぐらいですかねそうですねであっという間ですねそうねで写真集こうやって読み込んだりとかねいろいろと買い揃えてみたりとかしてこう深く勉強してみようとか思うと意外と時間ってすぐ経っちゃうからねうん、うん、そろそろこういう感じで アレックソスを勉強していくとちょうどいいタイミングになるんじゃないかなと思ってんだよね。うん、いやこれから僕みたいなアレックソスをこの土砂日に向けてちょっと勉強していきたいってなったらこのの写真集を買うのがいいんですかね、うんうん、あの最終的にはここに行き着くのがいいと思うけどね。うん でも、まあ、まずはアパウンドピクチャーズとか今日紹介したやつとかを、はい、とあと、うん、ギャザードリーバーアノテイテッドっていうこのいろいろと解説が書いてあるやつとセットで、まあ、Google トランスレートとかのアプリ使いながら訳していったりとかしてうん、うん、あとは、ねえー、とさっき紹介したアレックスソスの YouTube でギャザードアパウンドピクチャーズの 説明を1時間半やってるのがあるのでそこ日本語字幕にして見たりとかして、うん、えとやるとかなりどういうものかっていうのが分かると思うから、うん、今日本当にあのちょっとした部分だけ紹介しただけなのでもっと深い話だからあのそ、まあ、つまり何が言いたいかというとアレクサスの、まあ、一番最新のがそのアパウンドピクチャーだし,し、はい、あとそれに関する情報もいっぱい出てるから。 そ,のそれでまずアレックソス,スがどういうものかっていうのを知るのがいいかなと思うし、うん。<で>やっぱりアーパンドブピクチまずそうかなと思うし、うん、あとは「ソングブック」とか「ナイアガラ」とか「スリーピング・バイ・ザ・ミシシッピ」とか代表作ってあとその3つもあるのでちょっとそういうのもまああの東京都写真美術館にあるのかなまあどっかで見てみるとかねまあ買ってか 買える人は買った方がいいと思うんだけど、うん、そういうところでちょっと見てあどういう作品なのかなって学んだ上で最後これをちゃんと <laughs> え<ー>見て <laughs> このね「うん、I know how f u r i o u l y your heart is beating」ってこの写真っていうのやつを見ていくと、うんうん、全然楽しめるあのものすごく楽しめるんじゃないかなと思ってるんでね <laughs> いや楽しみですね楽しみですねそうですね どうですかこれで一応用意したスライドは全てですけど沖田さん的にはちょっと興味出ました非常に興味出てかつ勉強になりました <laughs> あのー、そういえば CP プラスの時のシグマブースで写真集がいっぱいあったじゃないですか、うんうん、ありましたねあそこにもアレクソスの写真集がいくつかあってほう 確かね、僕もアパウンド・オブ・ピクチャーズをその時見たんですよね。うーん、そうなんだ。はいで、あの、表紙が裏表どっちか分かんなかった。うん、ああ、そっかそっかそっか。はい、そうだね。裏に写真が貼ってあるもんね。はい。うん、それですよね。そうそうそう、それそれそれ。その,その話を今日聞いて、すごい良かったです。うん、ちなみに、あの、 リンカーンの早々列車を、うん、の経路を追う旅だったじゃないですか最初、うん、そっからえっとそのパウンド・ピクチャーズに移行するきっかけっていうかうん、うん、う道中まあこのプロジェクトとして進行している中でそのロスであった写真の、えー、<laughs> ebay で売ってる人が、まあ、量り売りをしてたっていうところで変わったっていう方をしているんだと思うんだけどね、うん まあそれがなんかあの言ってたことではあるね。どのビデオ見てもそういう方をしていて、うん、それで変えたんだって言ってるんだけど、まあ、そこはやっぱちょっと気になるところではあるんだよねこんなに大きく変えたっていうのが。うんうん、で僕もねここね勝手な想像、はい、いいかな想像想像だから正しいとは言えないんだけどやっぱなんかねうんなんかコロナの時にやっぱりこう自信をなくしたりとか少し落ち込んだりとかしていた時期が。 あったっていうさっき話したじゃないですか、うん、そういうのも影響してるのかなっていう気がちょっと想像しました、うん、なんかね墓地とか葬儀場とかなんだろうそういう早々列車のとことか撮っているのもなんかあまり乗り気になれ,なれなかったんじゃないかなっていう気がしますで写真をどういう風うに撮っていいのか分かんなくなったなっていうので彼は実は写真の中でね で今日紹介しなかったんだけど、うん、ウィリアム・エグルストンの息子さんのところに会いに行ったりしてるんだよね。<ー>でウィリアム・エグルストンはそういうふうに自信なくなったこととかあるのとか聞いたらそんなことはないよって言われて <laughs> そっかおじゃあ俺もそう,そうならなくちゃいけないみたいな感じでそういう強気になって撮ってる写真とかあったりとか<ー>あとはあのー、あとはねスティーブン・ショアはきっともっと そんな自信に満ちて撮ってるんだろうなってスティーブ・ショーが撮ったえ写真のロケ地まで行ってえその場所も撮ったんだけどまあそこからちょっと離れたところのね場所池のところの写真を撮ったりとかしていたりとかしてなんかそうやって自信をね取り戻すようなことをしてたんだみたいなことを YouTube で言ってるのを見ると写真の何を撮っていいかわからないという中であのーまあ 自信をなくしている中でこう写真の価値って何だろうっていうのを、うんえー、もう一度気づかせたり考えさせる機会を与えたのがこの、うん、えとロスの量り売りの話だったんじゃないかなっていうのが僕の推測です、えー、いやでもそれはあの当たってそうな気がしますね。<laughs> ね <laughs> なんかこう だから写真やっぱりロードトリップですよねこのアパウンドってきたやつも、うん、だから、うん、そのスタート地点から終わりまでで、うん、やっぱ写真集を通しての一つの、うん、この自分の中の成長期になってるというか、うん、その心の移ろいがやっぱ乗ってますねうん、うん、そう、うん、で写真だけ見るとやっぱりここまで分かんないんだよねはいうん。 ポートレートで撮ったねとか撮ったねとか、まあ、風景撮ったねとかああなんかこの、えー、っとゲージングボールとか光ってるやつとかアレクソスっぽいねとかそういうとこまでは分かるんだけど実際のところは分からないと思うんだけどアレクソスが丁寧になんか僕からするとなんか聞いてほしいと言ってるような気がするんだよね。YouTube で1時間半も喋るし <laughs> 写真集の後ろに注釈もつけるしこのアノテイトと注釈付きの本まで出すしんなんかそこ <laughs>。 <laughs> 言葉でも説明したいんだよ、知りたい人にはっていうスタンスもあったりして、実はその裏でやっぱり自分が写真活動とかしてる、やってる作品作りのこのプロジェクトのもののね、全体像がまあ自分自身であったりもするし、分かってもらいたいみたいなところあるのかなと思っていあ、なんかすっきりした。<laughs> <laughs> いや、合ってるかどうかは知らないよ。いやでも はい、まあ一つの考えとしてはなんかうん、うん、理解してもらえるかなと思うんだけど、まあ、だから沖田さんもやっぱり YouTube1 時間半のやつちょっとねあの写真集見て後にちょっと一枚一枚解説してるからそういうのを見てもらうと、うんうん、よくわかることがあると思いますねやっぱりアーパウンド・オブ・ピクチャーズからですねうそうすると彼の世界観 とかそういうのが分かるからねまずね情報量うん、うん、ちょっとまたね他の写真集で、えー、とこういうの、まあ、ここまで喋れるかどうか分かんないけれども、うん、他の写真集も取り上げたりする機会も回もちょっと設けたいですねそうですね「うん、ソングブックのナイアガラ」とかね、うんはい、そういうところとか気になります、ね、そうですね ちょっと引き続きアレックスソスは追っていきましょうかね。はい。うん、じゃあ、ちなみに次回はあ、次回、次回は、そうですね。ねあのー、サンフランシスコの写真展とかを、ちょっといくつかアップデートがあるので、うん、トットハイドの写真展とか、ピア24ギャラリーとか。ね、ですよね。 最近その辺りにいろいろと行っていろんな経験してきましたんでその辺りを話したいなと思ってます,す、ね、あのトッドハドハイの写真展はすごい良さそうでしたねす,すごいいいよ <laughs> <laughs> い,いよ本当あ,あの最新作の写真集の表紙のやつがめちゃくちゃでっかいく飾ってありましたよね。 うん、そうむちゃくちゃでかかったああいいなあとはハウスハンティングが壁一面あはいはいはいまあ本当によかったね <laughs> <laughs> ああい,いいですねちょっとはいじゃその話も聞けるということ、ね、そうそうだからちょっとまとめて、はい、えっと次回時間取ってやるのがいいかなと思ってますうんうんうん 楽しみですね。はい、そうですね。じゃあ今日はこんなところでしょうかね。はい。えー、今回もお聞きいただきありがとうございました。番組中に紹介したリンクは概要欄に記載しています。面白かったらぜひ感想 YouTube でコメントしてください。はい、五島さん今回もありがとうございました。ありがとうございました。